こんにちは、赤津です。今回は一発で一級建築士に合格する方法についてお話します。そんな方法あるのかと思われるかもしれませんが、実際に存在しています。というのは、これまで2000人からだいたい3000人ぐらいの受験生の方とお話ししてきたんですけど、一発合格者には共通点があることが分かりました。今日はその共通点と具体的な取り組み方を説明していきます。この動画を見ていただくと、一発合格のために何をするべきかということは理解できます。ぜひ最後までご覧ください。それでは早速始めましょう。まず答えですが、一発合格に必要なのは、学科試験対策の前に政治試験対策に取り組むことです。一般的には7月の学科試験が終わってから政治試験対策を始めます。ところが、一発合格した受験生の共通点として、学科試験の前に政治試験対策に取り組んでいたことが確認できました。では、なぜ学科対策の前に政治試験対策に取り組むと一発合格しやすくなるのかというと、理由は2つあります。1つ目は、政治試験の出題内容を先に理解することで、学科試験対策をしながら効率的に政治試験対策もできるからです。どういうことかというと、回答方法が違うだけで、学科試験も政治試験も問われる知識そのものは同じです。そのため、政治試験で求められる回答形式が分かっていれば、学科試験を通して政治にも対応できる知識を身につけることができます。ご存知の方もいると思うんですけども、図面だけではなくて記述式でも回答を求められます。この記述式の回答では、学科で出題される法規や設備などの知識は欠かせません。先に政治試験に触れることで、学科だけではなくて一級建築士の合格まで見据えた対策を取ることができます。理由の2つ目は、政治試験の経験者と近いレベルで初めての政治試験を戦えるからです。というのも、7月の学科試験のあと2ヶ月で政治を合格レベルまで持っていくことはかなり難しいです。なぜかというと、たった2ヶ月では膨大な学習内容に対して十分な準備はできないんですね。初めて政治試験を受けた受験生の合格率が数パーセントであることが、その現実を物語っていると思います。原因の一つは、政治試験経験者との経験値の差です。そこで、もし学科対策の前に政治対策に取り組んでいたらどうなるでしょうか。政治試験の経験がある受験生との差を一気に縮めることができます。対策の取り方によっては、政治経験者と変わらないレベルで初めての政治試験を受けて合格も狙えるようになります。おすすめする政治対策は決して難しくありませんので、ぜひ学科対策の前に取り組むことで一発合格を目指しましょう。ここから政治対策の取り組み方について説明していきます。まず、政治試験対策は大きく分けて4つあります。前半2つは学科前の対策には不向きです。学科前の対策に向いているのは後半の2つになります。まず1つ目が課題テーマの理解です。毎年7月に試験元である建築技術教育普及センターから、その年の政治課題テーマが発表されます。例えば、コミュニティセンターですとか図書館などです。建物の特徴や動線を理解した上でプランに反映する必要があります。ただし、7月にならないとこのテーマがわからないので、学科対策の前に取り組むことは物理的にできません。2つ目がエスキス手順の確立です。プランを考える作業のことをエスキスと呼びます。政治試験対策の中で最も重要で、かつ最も受験生が悩むのがエスキスです。学科対策の前にやりきれるほど単純な内容ではないので、課題テーマの理解と合わせて学科試験後まで取っておきましょう。逆に、学科試験後はエスキス手順の確立にできるだけの時間を注いでください。3つ目が記述への対応です。先ほども触れた通り、政治試験では図面の他に記述式での回答が求められます。記述への対応は過去問に目を通すだけですので、今すぐ試験元のホームページに行ってみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。政治試験の過去問を見ていただくと、計画の要点等という設問があります。〇〇について考慮したことや、〇〇について工夫したこと、あるいは〇〇について配慮したこととあるので、
一見自分のプランがないと対策のしようがないように思われるかもしれません。ですが、これらの設問に答えるために必要な知識は学科試験で出題されています。そこで計画の要点等で問われる内容を理解した上で、それらに答えるための引き出しを学科対策を通して増やしていってください。特にポイントとなるのが計画、構造、環境設備です。最後に作図スピードの安定化です。最もお勧めしたい製図対策がこの作図になります。なぜかというと、作図の練習には時間がかかる一方で、習わなくても自分一人でできるからです。学科が終わる7月以降に始めると、作図の練習だけで製図試験までの2ヶ月が取られてしまいます。そこで精神的に余裕があるうちに作図テクニックを身につけておけば、学科試験後の展開が有利になります。つまり学科試験後は作図の練習に時間を割く必要がなくなるので、合否を決めるエスキスに時間をかけられるんです。その結果、政治試験経験者と対等に競争することができます。では具体的な取り組み方についてお話ししていきます。まず概要欄にあるリンクから試験元のサイトに行ってください。そうすると標準回答例と呼ばれる図面がいくつかあります。標準回答例というのは政治試験の合格レベルを示す図面です。その中からお好きなものを1つ選んで A4 サイズで印刷してください。 A4 サイズで印刷すると400分の1スケールの図面になります。次に作図道具を揃えましょう。 A2 サイズの平行定規、作図用紙、テンプレート、スケール、シャープペンなどをまず購入してください。概要欄におすすめの作図道具をまとめたリンクを貼っておきます。作図道具が揃ったら、印刷した標準回答例を作図用紙にトレースしていきます。トレースというのは書き写すという意味です。トレースするときは必ず時間を測ってください。作図工程ごとの時間を記録できると時間がかかった工程がわかるので理想的ですが、難しければ合計時間だけで問題ありません。注意点があります。図面をトレースする際は毎回同じ標準回答例を使ってください。同じ図面をトレースすることで作図時間が短くなって、自分がどれだけ上達しているのか実感できます。最終的に10回ぐらいトレースして何時間まで短縮できるか挑戦してみましょう。目標は3時間ですが、2時間30分が理想的です。というのも、政治試験の合格を考えると、作図を3時間で想定した場合、プランを考えるエスキスには2時間しか使えません。作図を2時間30分まで圧縮できると、エスキスにより多くの時間を使えるので合格しやすくなります。作図時間を短縮するコツの一つは、作図の工程を一旦頭に入れてしまうことです。いちいち次の工程を考える必要がないので、無駄な動きが減って作図スピードが上がります。概要欄に作図手順を整理しておきますので参考にしてみてください。図面を手書きしたことがないと、最初は想像以上に時間がかかるかもしれません。ちなみに大学で手書きしていた博士でさえ、初めてのトレースに7時間かかりました。仕事が終わって夜10時から書き始めて、終わったのが次の日の朝5時です。何がショックだったかというと、初めてのトレースが学科試験後だったんですが、ここから2ヶ月で作図時間を半分以下に短縮しなければ合格できないという現実を突きつけられたことです。やはり学科対策の前に政治対策に取り組んでおくべきだと思います。以上、一発で一級建築士に合格する方法についてお話しました。いかがでしたでしょうか。学科対策の前、遅くとも学科対策の早い段階で政治対策に取り組みましょう。お役に立てたらぜひチャンネル登録をお願いします。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。